ハワード・キールはアメリカ合衆国のミュージカル俳優、俳優、歌手。本名はハリー・クリフォード・キール。本名をハロルド・クリフォード・リークとしている資料も存在するが、これは誤りである。名のハロルドはデビュー当時に使っていた芸名で、聖のリークは映画会社の広報部が誤って広めたものである。趣味はゴルフで、 1951年当時は70前半で回る腕前を持っていた。オスカー・ハマースタイン2世に認められ、小ビジネス界入り。1947年、ロジャースハマースタインによるミュージカル、オクラホマのロンドン公演で成功を収める。1949年には、ハリウッドに招かれ、翌年の、アニーよ銃を取れに出演。 ハンサムなルックスと193センチメートルの長身、豊かなバリトンで1950年代を代表するミュージカルスターとなる。しかし、ミュージカル映画の衰退に伴ってキャリアは低迷し、1950年後半からはブロードウェイや地方の舞台を踏む傍ら B 級映画に出演していた。1981年になって、1978年から、 放映されていたテレビ番組、ダラスへの出演依頼を受ける。この番組は13年間にわたって放送される人気番組となり、60代にして人気スターに帰り咲く。また、この番組の撮影と並行し、アメリカやイギリスの各地でコンサートを行った。80歳を過ぎてもなおミュージカルの舞台に立ち続け、生涯にわたって小ビジネスに携わった。 ありがとうございます。